毛利元一明治二十二年二月二十六日は、長州藩一門画廊である、吉木元氏家の十三代当主。父は、毛利冒険。性質は、毛利リーの娘。養子は毛利親近時期、毛利近敷、モーリー通称出雲。藩主の毛利リ人氏元より変期の授与を受けて、元一と名乗る。別名に、元清が伝わる。文化十三年。 毛利冒険の子として生まれる。海元年、家徳相続する。藩主、毛利高地下に仕え当職、留守居役、上代等の養殖を歴任する。安政以降、教皇検証官に稽古引き立ち役を置いて学生を監督し、優秀なものに他国での修行を命じた。また、本藩から高杉晋作。 山形ありとも、井上香おらが検証館を訪れて学んだ。文久三年、一門、阿川毛利貴徳の弟皇帝の子の親父家を養着師とする。明治元年、反復失勢。明治二年、第三次。明治三年、隠居して家徳を親直に譲る。明治七年、親父家が離席したため家徳を再重ねする。明治九年、長州藩士。 山本真一の子のしげすけを養子に迎える。明治17年、養子しげすけに家督を譲り再度隠居する。明治22年2月26日没。去年74。しげすけは、明治33年に男爵に除された。ありがとうございます。